よくやった、ついに大木槌を作り出したのだな。大木槌を使えば今まで壊せなかったものが壊せるはず。壊せなかったものが、例えば、もう聞いたよそれ、あの長老から、うん、そしてひらめいたものを実際に作ることでさらに新しいものが作れるようになるはずだ。得てこよ、手に入れた大木槌を存分に使い、まずはロロンド貴様の頭をかち割ろうか。そして何か新しくひらめいたら、その新しいものを実際に作ってみるかい。まずは手始めに大木槌で私の頭を殴ってくれないかとか言ってくれないかな。それにしてみてはどうだ。近くの木を、うん、オッケー。ちょっといっぱい素材持って帰ってきたから、しまっておくか、とりあえず。これちょっと叩いてみたい。これしまう。しまう。しまう。ロープ、紐。枝豆。油。毛皮。黄色。よし。なんかいっぱいびっくり出してんな。うん。もちろん、カニ、うん、そうだね。うん。精を出すお主のために。大倉庫。マジで、何それ。それはマジで教えてほしい。大倉庫。なんで拍手してんの？ん？まあいいや、大倉庫大倉庫、先大倉庫作ろう。これだ。壺と木材。壺と木材ね、オッケー。朝にしようか。暗いと作業がね、周りが見にくいから。頑張れ。で、あいつな、ちょっと違うとこで寝させよう。マジで、あいつ。こいつ、お前さ、お前ここでいいわ、もう、ここ、しゃあないわ。ここをやるわ、じゃあ。ここで寝ろ。よし。あ、ゴースト倒したね。オッケーオッケー。お前は、モンスターが入ってきたら、絶対に倒せよ。ビリンを守ってくれ。そこは頼む。そうそう、木。ちょ、なんだこいつ。扉壊しちゃった、もうバカ、もう。あ、戦いにくい。もう、扉壊れちゃったじゃないか。よいしょ。羽。そうそうそう。そう、あいつのせいで忘れた。寝るんだった。ビリン、おやすみ。ベッドがない。もうなんか、新しいやつが来るたんびに、エテのベッドがなんか取られていくわ。なんか。本当に。名前なんだったっけ、あの少年の。マジ、ビリンの横は相手のところだから。よし。あー、鼻がブズブズする。え、暗い闇の中に光が見える。夢を見ているらしい。
何ですって、王様の話を忘れた。お願いしますよ、大事なことなんですから。では私から失礼して。うおっはっ。その昔、伝説の勇者ロートは昔神から光の玉を授かり、この世界を覆っていた魔物たちを封じ込めたと伝えられています。しかし、いずこうともなく現れた悪の化身竜王がその玉を闇に閉ざしてしまったのです。このままでは世界は闇に飲み込まれ、やがて滅んでしまうでしょう。竜王を倒し、光の玉を取り戻す、それこそがあなたの使命なのです。国中の人々があなたに希望を託しています。どうか竜王を倒し、この世界を救ってください。んー、誰に言ってんだ。あいつが、今青い人が得手に言ってんのか、そういうことかな。てかさ、あれ、あ、やばい、服着てない、ゆてこちゃん服着てないよ。服の、服を作りたい、服を作ろう。けどそれを作るにはまた材料がいるからな。まずはちょっと材料集めよう。おお、切れるね。斧とかじゃないんだね。ハンマーでいいんだね。木材。よし。で、スライムも倒さないと。で、スライムはコンボ。よし。なんか旅人の服あたりを作りたいな。木いっぱいいるよな。お、ガンガン切り倒していこうぜ。よし。あ、切り株？切り株になってんの？3、4、5、6で切り株ボンか。よし。1、2、3。ちっちゃいやつは切り株が出ない。ちょ、スライム倒さなきゃ。青い油。ハンマーでも十分戦えるか。ええ。ああ。やっぱコンボの方が戦いやすいわな。うん。やっぱ作業用、うん、採掘用だね、ハンマーは。よし、こんだけやりゃいいかな。作ってみよう。大倉庫。あ、そうか、壺だ。壺を1個で、木材。あ、そっか、木を木材にしなきゃいけないのか。じゃあこれ全部、はい、24個。ベンチ、フェンス、これ、はい、うん。大倉庫、これ何なんだろう。お、すげえでっかい、何これ、すげえでっけえ。よ、おいおいおい、これで育つの。うん、素材集めの間に持ち物がいっぱいになっても持ちきれなかった。めっちゃ便利やん。収納箱と違い、どこにいても取り出せる。どういうこと？うん。あ、手に入れた。
族、ああ、金床ね。ロと金床。うん。はい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 。オッケー。ちょ、置こうか、これ。どこに置こうかな。ちょ、ここ一個崩そう。この角に置こう。ここだ。はい。どんな場所にいても持ち物メニューから、へえ、めっちゃ便利やん。持ち物メニュー、はあ、便利。じゃあさ、これあん中に入れといた方がいいよね。で、いるものだけ持っていくと。これどっか置こうか。よいしょ。なんかこいつもなんかあれだしな、喋っといてやろう。ビリンって子から聞いたぜ。ビリンちゃんって言え。おお、まあね。細い道で陸とつながった小さな島、奥にね、うん、その小島で人影を見た気がするんだ。はあ、まあビリンがね喜んでくれるなら行ってもいいかな。町の外にも部屋を作るといいぜ。たまに壊れた、あ、あるある、うん、もうあの作った作った、あそこ大木槌の里で。目的地が表示された。はい、多分これ大木槌の里のあれだね。その何お前、気安く喋れよ。で、ちょっとインゴット、インゴット、インドットじゃなくて、ロと金床があればいいって言ってたよね。どうやって作るんだろう。作れそうにないな。まあ、とりあえず旅人の服作ろう。作る。あとは大木槌もう一本ぐらい作っといて、なんかベンチとかも作っちゃう。ベンチ作ってみる。フェンスも作っちゃおう。いいね、いいね。よし、フェンスを、フェンスちゃおうか。本当は、本当は、本当はここに置きたい。けど、ここに置いたらまたな、あのおっさんが変な、こっちで寝始めたりするかもしれないからな。向こうの部屋もなんか、あ、しゃあないな、ここに置いといてやるか。よし。で、ベンチ。ベンチここら辺に置いて、あ、座れる。いいね、いいね、いいね。ちょっとブロックを持って土ブロック取り出す。20ぐらい。どうせ土ブロックはねすぐ手に入るからね。こう埋めとこう。
一段高くした方がいいかな、ここ。いや、これの方が味があっていいな。うん、味がある。で、装備。置いちゃった。装備。旅人の服。よし。あら、かわいい。あら、かわいい。あ、もうビリン、もうありがとうね、いつも。ビリンだけだわ、こんなに料理とかで手伝ってくれんの。ほんと、あとの二人はほんと何もしねえクズどもだからな、この二人は。じゃあ、そうだな。その、この、何ドイツ名前忘れちゃうんだよね。なんとかと、あと、この、こいつ。ロッシが言ってた、この、なんか、大木槌の里にいた人を、ちょっとさ、探しに行くか。けど、よく考えて、今。まず最初、ビリン女の子。で、その次、汚ねえおっさん。で、もう一人、汚ねえ少年。ってことは、もう次はもう、もう、お察しですよ、もう。うん。綺麗め系、綺麗め系女子だよ、次は。間違いない。うん。よし。じゃあ一回ちょっと区切って、次パート、綺麗め系女子を探しに行きましょう。うん。もう間違いないわ、もう。確定ですわ、これは。マジ、これでまた汚れんおっさんだったら、マジでちょっと、それは、考えるよ、もう。この先、この、町救うかどうか、うん。はい、では一旦区切ります。